ぶっちゃけ結構ちゃんと見てるじゃないですか、はい、冷静に見て多分一番6の差が楽してる気がする。いや、それは絶対ないと。ちょっと俺の見解言っていいですか。はい、客観視できます、ね、まあ、客観視できるじゃないですか、はい、まず、笠置さんはレッドブル飲みまくったでしょうじゃないですか。まあ、まあそうですね、そうです、 MVP ですね、そこの確かに。で、次、名人は一番最初のでっかいおにぎり食った後にペヤング食ってるんですよ。確かに俺もでっかいおにぎり食ってますからさ、カップラーメンも食ってる。コーヒー一気にしちゃったよね。コーヒー一気にしちゃったね、俺。あれすごかったよね。俺、水も飲んで、まあ、ヒカル君弁当食ってますからね。そう、ヒカルさん弁当食って。え、さん何もしないじゃん。いや、俺めっちゃ食っとやん。ビールのおにぎりじゃん。どう見よ、俺めっちゃ食ったよ。サンドイッチとおにぎり。いや、サンドイッチ俺も食って、おにぎりも食って。いや、マリさんマジでビール飲んでるから。そう、ビールでも飲んでますよね。でも、お茶も飲んだでしょ。俺も水飲んでる。いや、総菜じゃない、それは。えお茶と水総菜。カップラーメン食ってる。カップラーメン変わりない。いや、おにぎり3つとカップラーメン、喧嘩しないで。いやでも客観視で入江さんがそうやって言って入江さん、僕が考えてください、今の。そうそう、今の話した結果、今の聞いて、はい、マイサースね。いやいやいや、いいっすね。軽いっすね、入江さん。第5位がハリーです。5位やばい、これそんなよいしょこれでも、飲まないいや、俺飲むっすよ。ブラック、はい、行ける、飲める、まあ、飲めないですけど、まあ、頑張ろう、頑張ろう、みんなで頑張ろう、みんなで飲む、あ、まあ、さあ、やば、これ、マジでやばい、ほな、わかりました、残っとるわ、うわ、いやいや、完璧だ、やばい、アウトだ、これアウトだ、いやいやいや、おかしい、それは絶対これ理不尽がすぎる。残っとるよ。確かに。いや残ってるじゃん。ちゃんと当てたんすよ。俺はこの2つ、タリーズも。何だっけ、佐々木さん。いや、飲んだじゃないですか。当てたのはそうだけど。佐々木さんためを持って、佐々木さん。ロケさん、これ半分こでいこう。なんで俺なんですか。え、だって、まだ食べてるし。うん、うん。名人はもう、そういうやつなんだよ。もう諦めないじゃん。無理無理。いや、ちょこれは一回相談がいる。ちょっと待って、そういうのじゃないです。違う、間違いだとかじゃない。これなんですよ。いや、違うでしょ。間違いとかじゃない。いや、じゃあどっちがいい。まあ、それもじゃあこっち。ちょっと指やめて。え、どっち。だからこっち選んだ場合は僕の指もついてくるからね。全然舐めますって言ってな。いけちゃいけちゃ。もういいよ。いいでよ。マジで。うわ。いや。でっかいんだよ。それうまそうだね。あ、そう。美味しいわ。うん。本当。具材だけ欲しいな。具材だけ。全然協力プレイ。終わらそう終わらそう。まずまず。これをじゃんけんしましょうよ。これをじゃんけんしましょう。開けろ。やだ。俺グーだ。オッケー。中野さん、グー。はい。もう負けたやつでいいっすか。はい。中野さん、グーだ。オッケー。中野さん、グーで負けた人です。最初はグー、じゃんけん、はい。焼きそば焼きそばやった男2個もないような2個もないなんか勝負仕掛けてきたありがとうグーとかやったなんで今動画にもえこのチャンネル分かっとるだからグーいっただから持ってこなかった佐々木さんがもう行ったら終わりやから。じゃあ、佐々木さん、お願いぞ。行け。